はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、今回はドラゴンクエストビルダーズ2、実況再開していきます。ちょっとなんか不穏な空気を保ちながら、前回ね、指導が頭を抱えていましたけども、今回は一体どんな展開になっていくんでしょうか。まずなんだっけか、敵が海岸から攻めてくるとすれば必ずここを通る。ここは敵を迎え撃つのにうってつけの場所と言える。そこで、ムーンブルクから持ってきた魔法兵器をこの谷間の君の好きな場所に置いてほしい。種類も置く場所も指定しない。魔法兵器を合計100個急ぎ設置するんだ。なるほどね、この時のための伏線だったということだとは思ってはいましたけど、こういうことがあるとは思っていましたけども、はい、んー、じゃあね、ちょっと荷物、整頓しがてらやっていきますか。これね、ここら辺はいらないね。作業台、なんか作業台持ってきちゃったけど、これも一応ここにでも置いときますか。で、こんだけあればさすがに大丈夫でしょう。どういう感じで設置すればいいかがいまいちわからないんで、とりあえずやっていきますけど、罠を作ろうってことで、このバリケードは多分罠扱いにはならないのかな。ならないね、まあ、なんとなく持ってきただけなんで、これはよしとしますか。どう設置しようかな。なるほど、反応する範囲がちょっとわからなかったんで気にはなっていましたが、踏まなければ意味がないということは、先に、こっちに押しといた方がいいのかな。少々お待ちいただきたいと思います。あまり何も考えておいてはいませんが、あー、なるほどね、わかった、わかったよ。どんなもんだろうな、ここら辺。ちょっと待ってね。
結構ね、これが強かったと思うんだよね、シャドウのやつがね。シャドウが強かったと思うんで。これはあれだっけか、矛先に置いとくんだっけか。よしよしよし。これとかって意味あんのかな？おお、なんかよくわからん形状になってきたけども。まあまあまあ、こんなもんでいいでしょう。どうせ自力で勝てる気がしますけどね。どうでしょうか。さあさあ、これだけの魔法兵器があれば、たとえ敵が多くでも必ず撃退できる。どうやら間に合ってるな。ムーンブルクを守った魔法兵器だ。これでこの谷が自然の出城となった。シドの様子見てきたところなんだけど、この妙な天気は何よ。まさかファーゴン軍が攻めてきたと。その通り、我々はロゼの魔法兵器で全ての敵に勝ってきた。今回も同じ結果になるだろう。さあ、バトルですね。で、まあ若干気がかりなのが武器だけども、まあ大丈夫かな。できれば全員鋼の剣あたりにしておいた方がいいかなとも思ったんだよね。だけど多分ね、今インゴットがない感じなんで、やめときますか。戦いましょう普通にね。やろう。ああ、またこいつか。よく監獄島を脱獄できましたね。因縁の戦いですね、これは。そしてこの島に再び舞い戻ってくるとは。ビルダーもろとも、ビルダーが作ったものを破壊する。待っていましたよ、この時を。くだらないおもちゃを海岸に並べているようですが、まとめて踏み潰してあげましょう。さあ、ビルダー、その命今度こそ頂戴します。さあ、お手並み拝見といきますか。あ、これ壊せんだ。バリケードは壊せるんですね。 OKOK、 いいよ。そうだな、待てよ。
あら？あれ？あのビルダー応援の旗みたいなのはどうやったんだっけ？しまっちゃったんだっけかな？ニワトリにも体力があるのか。あ、普通に持ってたっけ。バカだ俺。このちっちゃいアイコンだとね、あ、俺アイテムの判別がちょっと苦手なので、これでパワーアップした方が強いんじゃね。どうだろう。あら、これ破壊されてる。なんで破壊されてんだろう。53体か。53体ね。ちょっとあれかも、シャドウ置き方見誤ったかもしれない。うん。何してんのみんな。やってこい。下がっていろお前たち。あ、脱出しやがった。あ、これあれだね、閉じ込めようとするとちゃんと脱出するんだね。あ、ルルいけるか。あー、ダメだ。ほら、脱出しちゃうね。ダメだ。で、俺は一体何をやっているんだ。結構強いな、みんな。行け行け。キラーマシーンなんかビームとか撃ってくるんだ。この旗で強化しないと、やっぱ鉄の剣火力不足かもね。ようやく40とか50入ってるぐらいか。まあ多勢に無勢みたいな感じかな。
いいね。全然あれじゃん。追い込まれてないね。罠を使うまでもないってことか。あいついいんじゃん、あいつ。いつの間にか。名前忘れたけど。マギールもどき。おぉ、ぬるかったね。全然余裕だったわ。オッケー。レベル30。バトルコンプリートやりました。ちょっと火力を上げていきたいかな。おのれ、口押しや、なんという恐ろしい兵器を。やはりビルダーとはものづくりとは恐ろしい。一刻も早く壊していただかねば。破壊神様万歳、ハーゴン様万歳、グフ。その T シャツかっこいいな。あの程度の敵ではなかったとね。うん。あっけなくて拍子抜け。これからね、分かってくるんだろうな、いろいろ。フォフォフォ、開拓レシピ達成したようだな。お城作りか。待って、誰に装備しちゃった。いや、バカバカ、待てバカバカ。いや、ちょっと待てよ、違うんだよ。おい、待て、返せ、おい。あぶねー、炎の剣泥棒はリックだけで十分だからね。で、あれなのかな、なんか依頼のびっくりマークがないけど、一体何をすればいいんだろう。ビルダーの城を作るはこいつらに任せればいいみたいな感じだけどね。なんかできるまで待ってる感じなのかな。ねえ、なんかどうなんでしょう。もし町であるならば、ちょっと今回ここで終わろうと思うんだけどね。いつもだったら大体ここでね、なんか作ってくれとかってお願い事されるのが、まあ通例なんですけど、何もなさげだね。うん。もう二つ終わらして、あと一つ、城。うん。そんな感じか。じゃあ終わろうかなと、ちょっと早いけど、今回はね、ここで終わりたいと思います。ちょっとなんかいるかな、いい子。よいしょ。じゃあね、すいません、ちょっと喉がね、突っかかって。すいません、今回はね、ここで終わります。ご視聴ありがとうございました。バイ。